地震や異常気象など大規模災害時における高速道路での多重事故に備えようと、神戸市内で合同訓練が行われました。神戸ポートアイランドで行われた訓練は、大規模災害時に備え関係機関の連携を強化しようと、全日本高速道路レッカー事業協同組合が企画したもので、警察や消防などおよそ250人が参加しました。訓練は関西地区でマグニチュード 7.5 の地震が発生し、山陽自動車道を走行中の乗用車に落石が直撃、後続の車両が次々に追突し、多数の負傷者が出た想定で行われました。大丈夫ですか？大丈夫ですか？訓練では警察と消防が事故車両から負傷者を救出、動けなくなった車両を大型レッカーが移動させ、緊急通行路を確保しました。今回ですね、どこで起こるかわからない、こういった災害で、消防、警察、そういった関係機関と連携を取ることで、一つでも多くの人命を救いたい、そういう思いでこの訓練を企画しました。参加した各機関は災害時におけるそれぞれの役割を確認していました。